Stop it. Get some help. 推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます、ね、リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのかを送ってもらい、そちらを紹介していきます。あ、まあ、推しキャラね、いや話しましたけど、先ほど前野さんはエウルアのキャラデザが素晴らしい。いや、エウルアやばいでしょう。いや、やばいっす、本当に。エウルアのあの可愛い感じとね、はい、クールな感じ、いや、あれはたまらないよね。たまらぬ武器が両手剣っていうのもまたね、そそそそ、ね、確かにな。そうそう、ということで、じゃあ早速皆さんの推しキャラ、はい、紹介していきたいと思います。行きましょう、はいはい、旅人ネームつるぜさんからいただきました。ありがとうございます。勝利先生がとにもかくにもテイワット1、時空1大好きです、うん、あの去年の初登場時、もし手持ち石で引けていなかったら、うん、私の原神は始まりませんでした、うん、サービス開始する前からずっとずっと先生が最推しです、もちろん他のキャラクターたちも大好きです。外見的な魅力は他の方がたくさん書いていらっしゃると思うので、個人的な一番の好きポイントを記入させていただきたく思います。それは、はい、あ、これ僕でいいのかな。でもこれ、いや全然聞きたいですよ。何ですか。それは HP 低下ボイス2の母面白い。おお、この言葉ですね。すごいピンポイントできますね、言い方もさることながら、前野さんの笑い声の表現が本当に絶妙で、とてもグッときます。本当に大好きで大好きで仕方ないです。前野さん、素敵な素敵な勝利先生を演じてくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですけどね、嬉しいですね、こういうふうにそのボイスの部分を褒めていただけるっていうところもね。あ、まあ、あの勝利はね、まあ、演じるのはすごく難しいキャラクターではあるんですけど、僕自身もすごく気に入っているキャラクターですし、まあなかなかね、さっきもね、ちょっと戦闘ボイスとかもね、ああ、なんか新たに取り直せたらいいんじゃないかなって話、ね、ああ、待ち時間にしてましたけど、なんかありますか、そういう好きなセリフとか、ご自身のなんか使ってるキャラクターの中とかでも。なんだろう、でもそれこそ、でも7が好きなんでしょ。7が好きですね。ナナの何が好きなの。ナナのココナッツミルク飲んでるとこ。うむっていうのが、わかるわかるわかる、ちょっとそこ好きですね。わかる、はい、やっぱでもやっぱ我々男性ですからね、やっぱどうしても女性キャラに惹かれがちなところはもちろんあるんですけどもね、まあたくさんね、いいキャラいますからね、はい、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、鶴瓶さん、はい。そして、あ、なんか PV が今日見られるということで、はい、はい、じゃあ見ていきたいと思います、はい、では、どんな PV 見られるんですか今日は。今回勝利の、あ、勝利先生、勝利先生の映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。お、これ何のやつだろう。それは書物に記されたかつての、あ、本の人、これか。海は妖魔に侵され、この PV もかっちょいいよね、うん、この人もちょいちょい準レギュラーみたいなとこありますよね。準レギュラーなんじゃないですか。たびたび出てくるこのね、あの戦闘シーンっていうのがすごいクオリティ高く作っていただいて、あ、いや、これはちょっと鳥肌だったな、最初撮るときに、うん、あ、そうか、じゃあもう映像もある程度映像はある時に、状態で、そう、あ、へ、回転してかっけえな、足でくるくるするでね、これそうね、このまあ新天童寺の下りとかもそうだけど、魔と神が入り乱れし、あ、この世の中、うお、いや、いい、絶対いい匂いするもんな。何言ってんだお前。わかんねえぞ。絶対しそうしないっすかね。石臭いかもしれない。石臭い。アスファルトの匂いとかするかも。はあ、わかんないけど、ね、それもいいな。天道万象、そう、天道万象か、かっけえな、ね、石化してるぜ、壊れたぜ、壊れた、うお、これは確かに、これはかっちょいいな。世の塵を払い、民を守る、守られて、リーゆえ最古の契約、これは、そして今、いや、最後の契約もすでに定まった。なんだ、これは確かにかっちょいいね、ぬるぬる動くし、ね、いや、これは好きになりますよ。いや、天道万象の下りとかもね、なかなかその強さの加減とかをどうするのかっていう話とかをね、あ、結構の時とかやっぱさせていただいたんですよ、すごい、うん、思い出しますね、はい、うん、はい、そしてもう一つ来て、はい、
旅人ネームレクスさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。自分の推しキャラはタルタリアです。お、遠距離近距離ともに抜群の戦闘力で毎日使っていても飽きません、うん、あとなんといってもキャラクターの魅力です。お、敵でありながら協力してくれたり、かっこよさと強さについ感突させてしまいました。お、一番好きなシーンは10秒間だけ魔王武装を使用して敵を本当に10秒で倒してしまうところですと。なるほどね。タルタリア、まあ、勝利とも、ね、関係性深いキャラクターで僕も使ってますけどもね、うん、まあ、タルタリアいいんじゃないですか。でもそうですね、うん、タルタリアの PV もある。はい、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。タルの PV ってどんな感じだったっけ。ダラナヤシステラ、随分長い良平さん、うわあの寒空が懐かしい。これ知っているだろう。俺は退屈な日々。こいつはね、ずるいんですよ。あのね、ギャップがやっぱいいよね。光線がある。こうして火をつけてやれば。結構そう、光線的な性格ではあるんだけど、口調は割と穏やかだ。ああ、確かに。でね、この光子というね、立ち位置があったりして。いやー、振り回されて。まとめてかかってきた。おお。かっけー。うお、いいね。刺激が足りない。まあ、ディナーの前のおやつとしよう。貫突させると、クールタイムリセットするから、ずっと近距離モードでいられるから。そうかな。うん、賢い者は軽率に七へと足を踏み。かっちょいいね、やっぱりね。かっけー。勝って当然の結果だけど、手加減はしないよ。というわけで、兄ちゃんは野暮用でしばらくリーユへ暮らしている。いや、兄ちゃんずるい。家族思いのギャップ、ね、なんなんだ、本当に。どうか安心してくれ。上皇が望む未来、スネーシナヤの望む結末が必ずやってくる。うわー、いいですね。マリオ君もやっぱうまいね。はい、ディナーの前におやつ食べるタイプなんだ。いやタルタリアはやっぱ伝説任務とかやってるキャラを知れば知るほど好きになるキャラクターだと思います ね。あと個人的にね、あの隙を見せるのはほんの一瞬だっていう幻想爆発の時のセリフがね、はい、なんかちょっと意味深だなと、あの勝手に思ってます。それはなるほど。隙を見せるのはほんの一瞬だっていうのはどういうことなのかな。確かにな、ね、どういうことなのか。敵が隙を見せるのが一瞬だって意味なのか、自分の隙は一瞬しかないって意味なのか、これは結構深いぞ。あ、なるほど。みたいなことを使ってる時に気になったというだけの話なんで、かようにも捉えられそうです。そうなんですよ、まあ、そんなこんなでね、魅力的なキャラクターたくさんいますけどもね、はい、今日は勝利とタルタリアをフューチャーしていただいたということで、はい、ありがとうございました。こんな感じでですね、はい、各キャラの動画も交えつつ、はい、皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、はい、あなたの推しを教えてください。お願いします。以上、推しキャラプレゼンのコーナーでした。